しや知らんしや言ってこうかんこの姉ならさ言ってこうかんこ姉ならさで小山子小山子玉子はやためておいからならよるわねあらんわねあらん足火に振りてるわねさしがうどいに振りてるわね茶しがで小山くん小山くん玉子がやためてよいよい咲いてどよろあんがのちゅらものやどよろあんがのちゅらものやで小山子小山子玉子がやためてよいハリコヤマクタガナラチャガタガナラチャガウドヨロアンガガナラチャンテウドヨロアンガガナラチャンテハリコヤマクコヤマクタマクバヤタメテヨリからなはやいちりぬえちりぬえかよらんそうてんじゅうなよみうむらんそうてんさよらびみあでこやまここやまこたまこばやためてよいのためさいためさいたびきがめんそらにおむりかもごとさちなとれあでこやまここやまこだまこがやためてよいはい、最後数用中うがなべら三振エヴァンジェルスト有志ギア前チンこと前田明やいビギーンイエイ。さあ今日も楽しい三振ライフうとどきさびら、最近ですねこの広域の、音色がどんどん広がってきつつあってですね、本当におかげさまで、その音を奏でる人たちがまたその一緒に三線を弾いてる仲間たちに、聞かれるそうなんですね、というのはですね、高音域の三線は音がもうボーンって出ていくのでですね、このそばのだいたいこれまでのこの音色っていうのは、まあ、10分以下 740Hz から下の方にですねの音なので、どうしても高音域の音がですねバーンって前面出てこう、その比べてみるとその違いが感じるわけですね、そしたら、これなんか音が違うねという話から、そしてこの使ってる方はこう張り替えたんだとかですね、そういう感じで、こう情報を伝えて、そうするとやっぱりその音色がとてもまあちょっと弾かせてって感じでね、この弾かせるとやっぱりこの違う、やっぱりこの違いが分かるってやっぱ体感することが一番
分かりやすいんですよね。こうしてこのように動画でこういくらこう言ってもやっぱ正面からの一方通行でね、情報が伝えてるのでなかなか伝わる、こっちがですね感じてることがなかなか伝えることが、困難なんですね。でもまあ今おかげさまでこうここの一坪スタジオにですね、本当に最近近所の人たち、もう地元の人たちがですねこう結構問い合わせがあって、この間その今まで島くるちっていうですね三線を弾いてて、もうこの三線も全然悪くないですよ。でもヘルツを測ったら、624Hz というですね、まあ7分張りっていうんですかね、そのぐらいの、ヘルツなんですよね。まあ男性の方だったのでね、まあまあまあいい音だったと思うんですけども、だけどやっぱりなんかこの動画でね、毎日のこの弾いてる、ユシギの、音色が気になったらしくて弾かせてほしいということで来たんですよね。でその日来てこうじゃあその三線も音比べしようということで持ってきていただいて、やっぱりこの違い、こうそれまでやっぱりまあ自分のね気に入ってる音色ですからね、それをずっとどう変わるんだろうっていう、期待で来たと思うんですけども、まあその油脂儀のね、両材の油脂儀のこの竿の音色990Hz、まあ、14分をもう超えてる音色をですね、まあ今までのこの自分のご自分のこの、音色の倍の音が出てるわけですよね。それを比べた途端に度肝を抜かされたという、これ大げさに言ってるんですけども本当にそんな感じの表現なんですよ。そしてその日にその三振を求めて持って帰ったんですけども、やはりこの実際に体感することによって自分の音色が、分かっていく。常々このなんていうんですかね、私が音色を研究している中で、そしてこの三線の音色が男性が来て言われるようにですね、今この高音域の三線は、女性の方がですね男性楽器の音色に合わすことが難しいということで、開発が進んで10年という、その期間をですねこう紆余曲折しながら匠がですね、開発をして完成させたんですね。そしてこれが新しい沖縄の高音域というですね音色を生み出していくんですけども、特にこの600年のですね歴史の中でこの古典音楽のこの音伸び、このずっとこの余韻がですね伸びていくためにはどうしても高音が必要というものも、ありましてですね、そしてまた、女性の愛好者が増えたということで、その声質に合うようにですね開発されたのがこの今私たちが普及を、目指しているこの高音域の音色ですね。まあ、高音域の音色の、パテントはですね11部以上、この 740Hz 以上のですね、音色を高音域というですね呼び方をして、ヘルツで、自分たちは、表示をしております。これまで従来のこの南部張りっていうのは結構アバウトな感じでですね、まあ、例えばここの三線屋さんでいうとまあ8分ぐらいですねって言って、この音をまた近くの三線屋さんで持っていくとこ7分ぐらいですねっていう感じのですね、この差があまりにもこう違いすぎて、まあ、結構アバウトの良さもあるんですけども、その楽器をこう三線を楽しんでいる人からするとどっちやねんっていう感じのですね、感覚があると思うんですよね。でそうするとそれともう一つは自分のこの声質のとこの三線の音色が合ってるかどうかっていうのもですね本来は、分かって練習した方がいいと思うんですよね。私自身もですね最初はBB とかですね A シャープとかで歌ってたんですよね。ところが今は、今日はこの張り込み山幕をですね、これは C シャープで普通に歌ってるんですよ。でまあその曲調によってこの音色を変えていくんですけども、これまで出せなかったこのキーの高さですよね。それはやっぱり高音域の音色はその
その人のですね声を伸ばしていくじゃないかなということが今たくさんの婚姻をね今奏でてる方々がやっぱり皆さん同じことを共通したことを言うんですよ。いつもここで紹介するですねバスガイドさんはですね今まで低い G で歌ってたのが今は BB で歌っている。もう すごいですよね。女性はだいたいキーが結構黄色い声なんですけどもキーはそんなに高く出せないんですよ。やっぱそれは声帯がですねもう狭いのでこれしょうがないんですよね。ですからこのその女性の、キーがですねこの高音域を使うことによって声伸びがすごくしていくんですよ。でほとんどの人たちの中で今まで従来のこの700Hz から下のですね、音色を使ってた人たちっていうのはですねもちろんそれが最高だったと思うんですよ。このいい三振たくさんありますからね、でも新しい音色も一つ取り入れてですね今度は自分の地声をですね、思いっきりこう引っ張ってくれる音色新しい音色に、ぜひとも、トライしてみてはいかがかなと思います。そうすることによってすごく楽しい三振ライフが、ますます増えていくんじゃないかなとそう思います。ということで、今日はですね血と、熱く語ってしまったんですけども、高音域の三振の音色がですねいかにしてこのたくさんの人たちに喜びを与えているのかということを本当に、最近実感してですねこれが本当にな生きがいになったりこうやりがいになったりですねそんな感じを、私自身が今感じて、ワクワクドキドキしながらですね毎日毎日このいろんな人たちに伝えて、おります。もちろんこの動画を中心ですねやってるんですけどこの動画をご覧になってるあなたですね、本当にいつもありがとうございます。そしてこう応援してくれる方も本当に増えてですねそしてまたこちらに見えてですね実際に体感する人たちも増えてますますなんかすごくこう伝えるということは一生懸命やるとやっぱ伝わるんだなということをですね、実感しております。ということで今日もですね三振エヴァンジェリストとして、皆さんにいい音色皆さんの三振ライフが楽しめるようにですね一生懸命いきたいと思います。安心また要塞。